はい、じゃあ気合い入れてソープランドの面接頑張るか。乙姫ランドこの辺だよね。よし。何変質者何すげえ動きしてる。ちょ、何してんのいきなり。何があった。サブストーリー、その筋のもの。なんだこいつ。変質者だな。変質者ってか変態だよ。こういうイカれたやつもたくさんいるんだよ。ナンバーちゃんまた知ってるし、物知りだな。やるぞ。やんの。ちょ待ってよ、どういうこと。怪しい男、すげえ怪しいよ。なんだ。ノリノリで踊り始めた。すげえ楽しそうに踊ってる。どういうこと。異常状態かかりやすくなった。ほうほうほう。ちょっといきなり状況読めないな。とりあえずじゃあ行くか。行くでー。硬いな。ということで、まあこっちもね、それなりの対応しなきゃいけないね。臭いもん同士、じゃあ臭い息で守備力下げようかな。お楽しみください、臭い息を。で、守備力下がったんで、おっ、おケツで攻撃すんな。何してんの。メタ打ち。うら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 、あんまり入らないな、ダメージ。なんだ。コートを広げた。何見せてんだ。足立さん大丈夫、極技封印された。足立さん大丈夫。じゃあ何なんだこいつ。やべ、ハートの強襲で。なんだ、食っとけよ。おいで、とっておきだぜ。いやー、守備力下がってもな。ちょっとおけつ攻撃すんなよ、マジで臭そうだからさ。ちょ、足立さん極技ダメか。そんなもん。よし、うわ、いやちょっとね、じゃあ最後とどめ刺すか。生ちゃん思う存分燃やせ。誰なんだよこいつ。現金500円ね。強くなった。よっしゃ、ランクアップ。勇者の号令を習得した。すごい。なんだ、病院行った方がいいぞ。大丈夫。まったく、何が楽しいんだこいつは。どんだけどん底の町なんだよ。ここどん底の町とか関係ない、まあ、もう次元が違う。気になれるさ。慣れたくねえよ。こんなのに慣れたかねえよ。同じこと言う。ほうほう。博士。こいつは珍しい。誰？あ？あ？やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。図鑑？何図鑑って博士って。これ大丈夫？学名は何にするか。コウモリ男とかでもあるかいな。コウモリ男。おい、何してんだ。顔の傷やばいな。この辺でなかなか見ないやから。この辺ってか、どの辺もなかなか見ない。夢中になっちまったよ。夢中になんか、そんなもん。何者だ。俺はドクター森笠。お、辻門博士。辻門博士。ちょっとこれ怒られるぞ。なんだそれ。気になるか。気になるよ。なら近くに俺の研究施設。研究施設あんだ。そこで話そう。今から面接なんだけど。質問のデータ入手に協力してくれた礼に、お茶菓子でも振る舞わせ。いや、なんか怪しそうだな。お茶菓子だってよ。だってよじゃないよ。いやいや、ソープランドの面接だよ。博士、めちゃくちゃ怪しい。めちゃくちゃ怪しい。食えるもんは食える時に食わねえと。貧乏くさいんだよ、ナンバちゃん。もうホームレス卒業したでしょ。ただより安いものはねえんだ。いや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 。ほら、行くぞ。あだしさん、なんか言ってやれよ。いや、あだしさん、おい、3人。スジモン。何？ここが俺のスジモン図鑑。なんか立ってるか。スジモンセンターだ。スジモンセンター。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、スジモンについて聞きたいんだったら。説明してやろう。なんでちょっと上からメッセージなんで。スジモンとは、その筋のもの。だろうね。という意味だ。筋のもの。ほうほう。筋もん。筋もん。別に最後は略してねえんで。ああ。
ひらがなからカタカナになっただけだ。危険な人間のことだな。危険な人間ね。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋門と呼んでる。なんだか語呂もいいしな。語呂はいいのか。あんたなんでその筋門のデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。ちょっと何言ってるか分かんないな。平和？この世界。大げさすぎるだろ。特にこの異人町は危険な人間が山ほどいる。ほうほう。チンピラから変質者まで山ほど。チンピラから変態までで。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか。なんかすげえ写真貼ってあるな。お前らは答えられるか。答えられないし、そもそも考えたこともないよ。そう言われると答えらんねえな。だろ。多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。多くの人間というかほぼだよ。それが分からないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。なるほどね。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思って。へえ、そんなことやってるんだ。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃないか。だが、なんでそんなことを始めたんだ？まあ、過去にいろいろあってな。いろいろあったんだ。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。何でかいこと言ってんだよ。その気持ちに嘘はね。データの収集はどれくらい進んでる？なんまちゃん真面目かい。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと、俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな。強そうだけどね、博士。なかなか進んでいないんだ。まあ、そりゃそうだな。うん。はあ、困ったぜ。困ったな。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで。なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな。そうきたか。今日で気さくなやつがいればいいんだ。目の前にいんだよ、おっさん三人。うーん、はいはい、そうきたか。狙われてる。うーん、じゃないよ。そういうやつが見つかるといいな。じゃあ俺らはこれで。カースが突き放すのか。ここまで来たのに。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ、まさか俺たちに筋門のデータを集めるとか。最初から分かってんじゃないの。考えいいやつは嫌いじゃないぜ。うん。別に無理に戦えとは言わない。どうやって収集するの。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれる。ほほ、なるほどね。町のチンピラと戦って自動的に登録されるんだ。しなくても悪いやつらと頻繁に戦ってるんだろう。ああ、まあならついでに協力してくれても。なんだその言い方。わからないんじゃねえか。それが人にお願いする態度か。頼む。うん、辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。お礼ってなんだよ。どうだ、それはまず知りたいんだよね。お願いできねえか。お礼だってよ。またまた生じゃん。やってやれよじゃないよ。あんたもやるんだよ一緒に。俺に押し付けるなよ。ダグ、分かったよ。確かに誰かのためになるってんならこっちに。そまあね、そんなこと言われたら一番やるしかないんだよね。ありがとう、おにぎる。うん、よろしく頼むぞ、春日さん。うん、じゃあどうすりゃいいんだ。登録、そう。どうやってやりゃいいんだ。図鑑もらうって感じ。まあ、簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。アプリ。もう言っちゃっていいかな。もう言っちゃって大丈夫だよね、ここまで来たら。ポケモン図鑑だよねこれ。ポケモン博士だよね。目つき怖え。さて、あとは筋門の登録の仕方だが、ほうほう、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。実践する、はい。ああ、え、出てこいや。何どこ。大丈夫これ。なんだ、スーツの色カラフルだな。御三家だろこれ。教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どの色がいい。どの色がいいじゃないよ。青か緑か。何そのちょっとずつ近づく感じ。よくわからねえな。よくわからねえよな。そうだな。うーん、え、ここで選ぶの。赤い筋も青い筋も緑の筋も、いや、どれがどんな性能なのか全くわかんないんだけど。
全然違いがわからねえ。炎タイプ、水タイプ、草タイプということだよね。え、このスジモンボールっていうのあんの？じゃあボールに入んの？スジモンを捕まえたりすんの？どうしようかな。まあ赤でいいか。じゃあ赤で。じゃあ赤で。赤だな。わかった。よし、お前らは赤のサポートに回る。え、サポート？何が始まんのこれから。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。おお、教えて。え、もしかしてこいつらと戦えってのか。ここで。そうだ、そのアプリ一緒に冒険するんじゃないの。自動的に登録されるようになっている。一緒に冒険するでしょ。御三家一体選んだら図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。めちゃくちゃだな。さあ行け。登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。なんなんだこの世界観は。はい、容赦しねえぞ。いきなり御三家三体ともと戦うのはなかなかないね。というかさ、こっちも御三家じゃん。赤、青、緑なあ。一番は赤で、ナンバちゃんが緑で、足立さんが青で。よくわかんねえな。まあそうだね、これでいくか。じゃあ燃やしてやるよ。あれ、お城のやつあんまりダメージ受けないな。見せてやるよ。うわ、おー、すげえ。この事務所めちゃくちゃ壊したんだけど大丈夫かな。博士大丈夫？まああんたがやるって言ったからね。うわ、めっちゃ落ち。よっしゃー、一体倒した。炎タイプ倒した。はい、草タイプ来たね。ん？スイッチ入れた。おお、怖いな。じゃあこいつ水タイプなんで、ナンバちゃんがね草タイプということで効果抜群ということだよね。あとここまで来るのすげえな。春日がこのタイプなんで効果抜群だよな。よっしゃ、おお、すげえダメージ入る。何やろうとしてんのこいつ。スイッチ入れたって。じゃあうろ、なめんなよじゃな。残りお前か。はい、いけるかな。お、硬いな。はい、追い打ちのチャンス、倒した。よっしゃー。で、スジモン情報登録された。どういうことだよ。はい、レベルアップ。これ大丈夫？一緒に冒険するんじゃなかったっけ。見事だ。見事だって。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そんなにいんの。そいつはどうも。で、これで登録されるのか。もう登録されたよね。今アプリを開いて見てみろ。アプリ、はい。お、登録されてる。スジモン図鑑だ。何なんだこれ。はい、赤いスジモン、青いスジモン、緑ね。なんだなんだ。サブストーリー系。エリアも書いてあるし、スキル弱点。これ炎タイプだから水が弱点っていうことだよね。電気タイプが弱点で。モーション、おお、動いてる動いてる。あいつ何やってんだ。音声再生もできるのか。ほら来い。ほら来いじゃないよ。ほら来いよ。ほら来い。全然可愛かねえよ。これ252体もいんのこれ。もう完全にポケモン図鑑じゃん。楽しそうだね。こんな感じでいろいろなスジモンを倒してデータを集めてくる。あ、わかりました。集めた数により報酬は用意させてもらう。どんな報酬があるのか先に知りたいんだよね。集まったらこちらからメールするから。あ、なるほど。ある程度か。別に一気に全部集まらなくていいのか。巻き込まれちまったな。まあ報酬ももらえるみたいだし。また報酬のこと言ってる。やってみりゃいいじゃねえか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。まあそれは確かにね。まあそうだね。それじゃあこの世界の平和のためによろしく頼んだぞ。目指すぞ
スジモンマスター。スジモンマスター。いやー、その筋のもの、そういうことだったのか。面接に行く予定だったんだけどな、これ。しかしな、この3人も本当にたまたまなのかな。御三家の色で、赤、青、緑。スジモンか。これ、スジモンボールっていうのはなかったのかな、やっぱり。捕まえたりできないのかな。残念だね。君の番だ、赤いスジモンみたいな叫んだりできないのか。残念だな。へえ、なるほどね。いや、でも本当にそういうのよく怒られなかったね。お、これってスジモンのこと。このアイコンってことは、そこにスジモンがおるってことだよね。なんだ、すげえ楽しいじゃん。ソープランド行きたかったんだよ。これから面接なんだけどね。ここだ、乙姫ランド。はい。うわ、料金体制どうなってんだ。90分。え、何、誰、あ、ごめん。すげえ怒ってる。すいません。そしたら写真撮ってあげる。ちょ、おい、腰が張るぜ。急に可愛くなる。ちょ、あ、すいません、すいません。いや、そうじゃなくて、料金表見てんだよ。90分1万8000円。たっけえな。3時間コース3万4000円。やっぱそういうもんなのかな、ソープランドって。写真見学無料。へえ、そんなのもやってんだ。写真見学って。はい。これやっぱり削除するわ。これは削除しますわ。はい。じゃあ行きますか、面接。乙姫ランド。お、この人は店長かな。水木さん、終了時間過ぎてるけど。可愛い子ちゃんいっぱいいる。うん。さっさと清掃して、売り上げの精算よろしくね。お。ん？はい、フロント。お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。なんでで？汚ねえな。え？汚い。入れ替えろよ。とこでごまかしてよ。は？洗面台の奥にあるやつ。はい。は？何やってんだ。え、ちょ、待って、忙しいな。面接大丈夫？はい、乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん、急に態度変わるじゃん。何重人格のこの人。ああ、そう、休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに女の子の生理事情詳しいな。一度病院行って検査受けて、お薬でももらってくれば。この店スタッフいないの？この店長しかいないの？そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？ほう。早く死んでくれれば楽なんだろうけど。は？何言ってんだこの人。まだまだ生きてそうなんでしょ。足立さんなんかすげえ怒ってる。泣いてんの？いや、あんたが泣かしたでしょ。やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。いや、ひどいなこれ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、はぁ。やっと面接か。ったくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね、お待たせしましたね。足立さん、ダメだ。悪いが俺ここじゃ働けねえわ。帰んのか。なんだな、胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。一番はどうなんだ。ん、なんだ、あんたら喧嘩売るためにやってきたのか。ってハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな。うわ、何でもやる。所長さんに申し訳ないな。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。選ぶ権利はないよ。まあ、仕事ねえんだから。勘弁って所長には申し訳ないが、やめとこう。やめんの。他にも仕事はたくさんある。行こうぜ春日。いや、一番はちょっとソープランドに特別な感情があるんじゃないかな。働きたいよね、ここで。おい、一番、何やってんだ。早く行こうぜ。ん？さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが。基本的に客として通ってただろ。
お なんだ武力か。ケツ持ちを呼ぶぞ。ケツ持ち、ケツ持ちいんの。うちのケツ持ちは清流会だ。清流会か。横浜清流会だ。それでもいいのか。へえ。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。うーん。おい春日、さっさとずらがるぞ。え、一番何するつもりだ。なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。え、壁ドン。ちょっと働かせてくださいや。やっぱり店長、働きたいんだここで。あ何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょ。だろうね、一人しかいなさそうだよね。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね。この業界にいたっていうか働いてないでしょ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。すごいな。どうでしょう。とは言っても他の方たちがやっぱり人によってそのなんだろう、変えられないジョブっていうのもあるのかな。お、あいつらここまで来てんのか。あのブリーチジャパンだよね。ん。なんだあの音は。あ、ブリーチジャパンって嫌な団体だ。またかよ、こないだのあの連中か。すげえ人数集まってる。ここんとこ連日ああやって店前で凱旋カズトしやがってな。へえ、うちを狙い撃ちしやがって。うち？お、狙い撃ち？この風俗店だけを。おう、うちの店はこの辺りで入浴料いくらって看板出してる最後の店だ。お、他の店はみんなメンズエステとかアワーマサージとか別の名目で商売してる。でもそういう店だとブリーチジャパンの連中もクレームしづらいんだろ。だから堂々と総ブランドやってるうちを狙って活動してやがる。うちをまず潰して、そっから雪崩式にこの辺の風俗店を一掃しようって魂胆だ。へえ、暇か。別にソープランドはいいんじゃないの？これって違法なのかな？いや、ケツ文字は守ってくれねえのか。うん、清流会って言ってたよね。前に一度清流会に泣きついてはみたよ。でもあいつらは何のかんの理由つけて騒ぎが収まった頃にちょろっと来ただけ。何しに来たんだ。なんせブリーチジャパンは正義に燃える仇の衆で暴対法なんかに詳しいんだから、ヤクザにすりゃ一番めんどくさい相手なんだろうよ。まあヤクザな通りっちゃ通りだな。営業妨害で警察に訴えてもダメ、ケツ持ちのヤクザに頼んでもダメ。じゃあどうしろって言うんだ。店員はブリーチジャパンに目がつけられていない新業態にくら替え死にそうだよ。だから従業員不足なのか。でも不思議だな、店員はいなくても店は営業できてんだから女の子はいるんだろ。ブリージジャパンの嫌がらせもあり、何よりあんたの大変な扱いっぷりなら女の子だってやめていきそうなもんだが。分かってないな風俗のことが。ナンバちゃんは分かってないだろうね。うちに来るような女の子ってのはもう崖っぷちなのさ。へえ。うちの女の子は日本人だけだ。そうなんだ。でも日本人といっても強制送還されて帰れる故郷すらない外国人みたいな子ばっかりなんだ。故郷を共にする仲間も頼れる人間もいない子たちってことか。単純に金が欲しくて働いてるんだと思ってたけどな。うん、もちろん単純な金目当てでこの世界に来る人間も多くいるさ。だがそういう奴らに限って商売の大変さが分かっちゃいない。ちょっと厳しく当たればすぐに辞めちまう。だから俺は後ろに一歩も下がれない。崖っぷちの事情を持った女だけを採用する。ほうほうほう、そういう女は必死で働く。それが店の経営を安定させるのさ。それが俺の経営哲学だ。おい。何が哲学だ、弱みにつけ込んでるだけだろ。正真正銘のクズだなあんた。言うね、ナンバちゃん。何とでも言え。でもな、性欲ってのは飯より厄介な欲求だ。何何、いきなり。耐えようと思っても耐えられない。しかも食えれや何でもいいってもんでもない。うまい女がいる限り客は何があっても食いに来続ける、そういうもんだ。なんか講座始まった。なあ、じゃあ店長、とりあえずあいつを追っ払ったら俺ら3人雇ってもらえますかね。まだここで働きたいのか。おい春日、お前まだ言ってんのか。この男の本性はもう十分分かっただろ。こいつは浜子さんとは違う、
一度ブリッジジャパンに潰された方が世のため人のため。口悪いね生じゃ。うるせえ、俺は働きして。ほう、じゃあこの仕事は春日にしかチェンジできないってことかな。やる以上はきっちりやるぜ。どうなんだ店長、雇ってくれねえのか。ん？う、微笑んだ。微笑んだ。なんだその笑み。いいだろ。暇かよ、この人たち。毎日やってるだろう、こういうの。日本では売春が禁止されているにもかかわらず、ここでは白昼堂々と売春が行われています。どうもー。また会えたね。ゆう、相変わらず精が出るな、あんちゃん。う、お前ら、この間の、なんでここに？ま、今日からここの従業員になったんでね。ほう、従業員にね。なんだなんだ。どうした？てかちっちゃくね、この人。身長低くね。皆さんよく見てください。これが売春を管理してる従業員です。違法行為に加担するものです。違法行為に加担するだって。だったらなんで俺たちで逮捕されねえんだ。それはソープランドが公衆浴場として届け出ることで法の目をかいくぐってるからだろう。皆さん、これこそ日本の闇、グレーゾーンです。はい、出たグレーゾーン。全てのグレーを漂白、ブリーチングしましょう。おい、そういうお前は本当に漂白された純白の身なのか。一度も法を犯したことねえのか。はい、当たり前でしょ。法を遵守するのは法治国家に生きる者としての義務です。へえ、立ち順ぐらいはしたことあるだろう。あれだって立派な軽犯罪だぜ。いえ、生まれてこの方一度もありません。マジか、嘘つけ。絶対あるっしょ、ちっちゃい頃。本当かよ。そんなら車のスピード違反は、誰だって急いでたら少しぐらいオーバーするだろう。断じでありませんね。マジで免許持ってないんじゃないの。運転できねえじゃねえの。嘘つけ、厳密には1キロオーバーでも違反だ。そんぐらいオーバーしたことあんだろ。ありませんね。疑うんなら証拠を持ってきてくださいよ。私が法を犯したっていう証拠を。おい、だったらこの状況はどうなんだ。これだけの人数がシャドウ占拠して法に触れてねえわけないだろ。これだから無知の人間は困る。何？おお、めんどくせえこの人。そう来たか。絶対モテないわこの人。今回のデモに際して神奈川県警から交付された許可証です。ふーん、公道でのデモ信号許可するか。ちょ、近いよ。何しに来たんだ。お分かりになりましたが、我々がこの道路を使用することを天下の警察が認めてるのです。でもお前の立ってるそこ、公道じゃなくてソープの敷地じゃね。本当だね。もう下がれ、ちょっと。下がった。そこは守るんだ。ちょっと勢いが余っただけだ。それにこの書類によると参加者は10人ってなってるが、 お前ら10人以上いるだろ。もういるね。当日になって参加者が増えただけだ。どこのデモでもこんなもんだ。具体的な参加人数なんて当日まで把握しきれない。納得がいかないなら警察に通報してみろ。ほぼ脅迫か。だけど警察はいちいち人数調べに来るほど暇じゃない。まあお前らみたいに暇じゃないんだよね。第一、10人が15人になったところで誰に迷惑がかかるわけじゃない。いや、迷惑だよ。いいところに目がついたじゃねえか、春日。お、そんじゃあ俺からも一つこいつらに忠告してやるよ。お、言ってやれや元刑事。本来デモ進行ってのは立ち止まってはいけないって決まりがあんだよ。なるほど。立ち止まって演説なんか始めたら交通の妨げになるからな。そうならないために進行って手段に限り道路の使用許可が下りる。だからここで立ち止まってるお前らはルール違反ってことだな。おお。厳密にはそうだとしても、どこのデモ活動だって立ち止まって演説ぐらい知ってる。警察もある程度用にしてんだよ。それがグレーゾーンで言うんだよ。そういうのをなんて言うか知ってるか。グレーゾーンって言うんだぜ。すげえ動揺してる。皮肉なもんだな。グレーゾーンを糾弾するためにグレーゾーンに頼るなんてよ。みんな歩け、進行だ。
もう帰れ帰れ。何しに来たマジで。違法風俗反対、異人場から撤退せよ。ちゃんと前見て歩かないと転ぶぞ。本当にこいつらね、正義を盾にね、何でもありと思ってんのかな。お、面接してくれてる。一人目は春日一番くん、42歳。住所、うん？ここって浜子さんがやってる、お、浜子さん知ってるんだ。はい、ええ、そこの2階に住んでます。店長、浜子さんのこと知ってるんですか？まあ、昔少しな。で、もう一人が、ナンバーユーくんね、41歳。ナンバーユーっていうの、フルネーム。へえ、ユーくんなんだ。え？ナンバーユーってお前、ひょっとしてナンバーって本名だったのか。ホームレスは本名使わないもんだとか、脳書き垂れてたくせによ。うるせえ。でもお前、偽名だって信じただろ？ま、お前は単純だからな。なんだって。いやいや、なんだと？はいはい、そしてもう一人、足立光一くん。ん？ 59 歳。はい。定年退職間際の。ええ、定年退職まであと2ヶ月、数日前に神奈川県警を懲戒免職されました。はい、了解。え？いいの？同じこと言う。何か？いや、その、あんた、いや、店長さん、俺らはツッコミどころ満載でしょ？ホームレスと元ヤクザと、懲戒免職食らった刑事だぜ。ロックなやつがいね。それが何？そんなこと気にしてたら、この街で働き手なんか確保できないよ。おお。それにちょうど君らにもってこいの仕事がある。え、なんだ？なんだ？いきなり風呂掃除とか嫌だぜ。いや、働けよそこは。仕事しに来ただろ。いや、風呂掃除は半年に一度だね。いや、毎日しろよ。汚ねえな、ここは。君らに頼みたい仕事はこれだよ。なんだ？お？この子は菜の葉って言ってな、5年間うちでナンバーワンをキープする稼ぎ頭だ。ほう。菜の葉ってさっき電話で休みたいと言って店長に怒られてた子ですよね。うん。ああ、そうだ。これがナンバーワンか。いかにも崖っぷちの女。あ、いや、なんでもねえす。何が言いたいね。さっきも言っただろ、可愛いだけの若い子なんて人気続かないんだよ。ソープの肝はサービスと愛情だ。情の深さが客を虜にする。情か、それはなんとなくわかる気がするけどな。なんで座ったんだよ、生ちゃん。面接中だろ。男ってのは寂しい生き物なんだ。外じゃ威勢よく振る舞ってるやつも本性をさらけ出したい時がある。女の情の深さってのはその子が背負ってるものの重さと比例するもんだ。菜の葉には体が不自由になった高齢の親父さんがいてな。あ、なんか言ってたね、介護とか。その介護費を稼ぐため大企業の一般職を辞めてここの世界に入ってきた。バイトするでもなく仕事すっぱり辞めて風俗か。根性あるな、張り切ったね、うん、だから菜の葉の仕事にかける情熱はすごい。どんな客が来ようが精一杯サービスする。すべては愛する親父さんのためにね。ところがだ、ちょっと前から何かと理由つけては店を休むようになっちまってね。うん、こんなこと以前はなかったんだがな。ブリージジャパンといい、菜の葉の欠勤といい、ここんとこ店の売り上げは激減だ。そりゃお風呂のせいじゃないの、汚すぎるが。そこで君らに一肌脱いでもらいたい。え、脱ぐってまさか俺らに客の相手を。うん、ちょ、なんで急にファイティングポーズ構えてんねん。感じがするんじゃねえよ。え、欠勤の理由を調べろって話。ほう、理由なら本人が生理だって言ってるでしょ。そんなもん真に受けるわけないんじゃない。店を休みがちになる子の理由は限られてる。ん？裏引きってことですか。うん、さすがは業界経験者だ。なんだ裏引きって。ああ、店を通さず直接客と会うことさ。本来、客が店に来て払ったお金は店と女の子が分け合うもんだろう。でも直接会えば店の取り分も女の子に全部入る。これにはまると出勤するのがバカらしくなる子が多いんだ。もちろんどこの店でも裏引きは厳禁、ご法度中のご法度なんだがな。まあ、どんなに真面目な子でも裏引きで楽を始めたら止まらない。しかも店に来てた客をどんどん裏引き相手にすることだってできる。そうなりゃ本当に死活問題だ。まあ店にとってはね。
君らには菜の葉の裏引き相手を探してほしい。なあ、もう探偵じゃんこれは。もし彼女が本当に裏引きを知っていたとして、相手を見つけたら、その男が二度と菜の葉に近づかないように知ってくれればいい。手段は問わないから。ヤクザに看護師に刑事、近づかないようにする方法はいくらでも知ってるんでしょう。いや、それは偏見じゃない、ま、ちょっと待ってくださいよ。それこそ清流会に頼むべきじゃ。うん、ケズ文字は自動車保険と一緒だよ。どういうこと？使いどころを見違うと、こっちの等級が下がっちまうからね。店で解決できることは店でやった方が安く上がるってもんさ。さすがは店長さんっすね。いろいろと心得てる。よし、まず菜の葉さんの家の住所を教えてください。それが菜の葉は最近友達の家を転々としてるみたいで、家に戻った様子がない。おい、じゃあどうすんの？それじゃあ会えないじゃないか。いや、ポケットで喫茶店を見張れば菜の葉に会えるだろう。菜の葉がよく使う喫茶店だ。 Wi-Fi が使えて充電もできるから、コーヒー一杯で何時間も粘るんだとさ。じゃあよろしく頼む。彼女が店に復帰した暁には、君らにもそれなりのリターンを用意しておくから。何リターンで？それは先に知りたいんだよね。結局気軽に使える探偵として雇われただけじゃねえか、本当にね。しかしあの野々宮って男、いい加減なようで、きっちり女の裏事情や生活パターンまで掴んでやがる。狙ってやってるとしたら、かなりの切れ者だな。とはいえ、やっぱり人としてはクソだぜ。まだ言ってる。結局店の利益しか考えてねえ。いや、そうとも言えねえんだな、これが。は？一概には言えねえが、ソープって商売はぶっちゃけ女の子の不幸の上で成り立ってるケースが多いもんだ。つまり借金とか家の事情とか、そういう不幸で商売になってるってことか。まあな、女の子はその不幸から抜け出すために頑張って働いて、店がそれをサポートする。野々宮ってあの男、確かに口は悪い。口も悪いし汚いよな。でも綺麗事言わねえのは、そういうことをちゃんと理解してるんじゃねえのかな。まあいい風に見りゃそうかもしれねえが、カムロ町で一番でかい装備でいろんなクズに囲まれて生きてきた俺からすりゃ、相当愛情があるように見えるんだけどな、あのおっさん。女の子が働く理由も考えずに、おべんちゃらを使うだけのやつよりずっと信用できる気がする。そういうもんかね。俺は気が進まねえよ。さっさと裏引きの証拠掴んで金もらおうぜ。ああ、でもまだ菜の葉さんが裏引きをしてると決まったわけじゃない。とにかく彼女がよく行くって喫茶店に行ってみようぜ。よーし、喫茶店で、ポケット、あ、ここか。伊勢崎ロードか。あ、なんかあったなこの辺喫茶店って。面接は終わった。あれ、俺らって今採用された？勇者、まだホームレスなってるじゃん。刑事、あれダメだったのかな。結局ソープランドの従業員として働いてるわけじゃなくて、探偵として雇われただけじゃないかよ。本当に。じゃあ行くか。